アサリの水煮缶を主体にして、小松菜のアサリと一緒に、煮物を作ろうと思います。まず材料は小松菜一袋分ですね。それと生姜が一かけら、それからアサリの水煮が、200g から 300g なので、それとアサリの水煮の中の汁も取ってます。それからお酒が大さじ1、醤油が大さじ2分の1で、塩が小さじ2、2分の1から3分の2程度、それと片栗粉大さじ1ですね。それから油としては、今日は米油を使います。まず生姜の一かけら分は、千切りに薄く 1,2 ミリに切って、これをさらに小さく 1,2 ミリに千切りにします。で、小松菜は根元の方を少し切り落として、あとは 5,6 センチぐらい、4,5 センチですかね、4,5 センチぐらいのざく切りにします。まずはじめに片栗粉を水溶きしておきます。お水少量を加えて、水溶きにして置いておきます。そしてフライパンに火を入れます。フライパンに火を入れて、米油を大さじ2杯から3杯程度まず入れます。で、油を入れましたら、この中に千切りの生姜一かけら分を入れます。そしてその中に水溶きアサリの水煮をと、ちょっとむき身を作ったんで、むき身の分も入れます。で、これで、さっと炒めます。火が回りましたら一旦火を止めて、器に、今のアサリの分を一旦器に取り出します。で、このお鍋に、もう一度米油を大さじ 2,3 杯程度入れます。で、この中に、小松菜を入れていきます。小松菜は強火でさっと炒めます。で、油が回ってきましたら、先ほどのアサリの水煮の汁ですね、それと今日はむき身で少しアサリの汁を取りましたので、それを200cc ぐらい入れます。で、この中にお酒大さじ1杯、
塩が小さじ2分の1から3分の2ぐらいになります。でこの中に、お醤油を大さじ2分の1、7.5cc を入れます。で、まあ、煮立ってきましたら、この中に先ほどのアサリのむき身を入れて、火を弱めにして、ここに水溶きの片栗粉を回して入れます。まあ片栗粉を入れる前に味は見て調節してください。私はもうこれで、いつもやっているので、自分の味ですので、そして片栗粉は少量ずつとろみ具合を見ながら入れてください。鉄分やカリウム、カルシウム、いろんなものがすごく豊富に入って、今旬のアサリと小松菜を使った一品のお惣菜です。で好みのとろみがついたらそれで終わりです。とろみをつけるにはやっぱり火を通しながらでも調節をしてください。出来上がりです。